鈴木健司君。はい。プロペンスキー協議会において優れた成績を上げ、司会の発展に寄与されました。司法省鈴木健司殿、受け止めでございます。おめでとうございます。アルペンスキーの鈴木健司です。はい、そうです。やはりとても嬉しいです。こういった賞を本当にいただけるっていうのは本当に僕一人の力では決してできなかったと思います。本当にもう本当に皆様の本当に応援があったからだと思います。本当に感謝しています。ありがとうございます。そうですね、本当に今回前回の2010年のバンクーバーパラリンピックに比べて、精神的にすごく強くなったのかなというような大会でした。やっぱり前回のパラリンピックではその種目が天候によってこうガラッとこう日程が変わってしまいまして、それでこうもう焦ってしまったというか、もう自分のリズムがつかめずにそのままもう大会が終わってしまったんですけれども、今回はそういったことがなく、本当にもう最初から最後まで落ち着いてできたっていうのが、メダルにつながったのかなと思っています。そうですね、本当にスタート前はいつも緊張してしまって、もう吐きそうだったり泣きそうだったりしてたんですけれども、今回はすごいもうそういったことがなく、もう冷静にも周りもきちんと見えていて、でまたそのチームのコーチスタッフのその話もちゃんと聞けていたのが大きく成長した部分だったのかなと思います。僕は生まれが福島県の猪苗代町っていうところなんですけれども、その猪苗代町のその小学校中学校といいますと、その冬にスキー教室っていう授業があるんですけれども、その授業の時にですね、何か自分ができるものがないかと母親がこう思っていたらしく、でこういろんな方にこう聞いたところ、こういったチェアスキーっていうものがあるよっていう紹介を受けてこう始めました。そうですね、一番はスピードが出るということですね。一番とか言っちゃったいや一番っていうわけじゃないんですけど、やっぱりスピードがとても魅力的だなと。で本当にその、一番スキーをこう続けているというか魅力を感じたっていうのは、その友達と一緒に同じスピードで同じこうコースを滑れるというところでした。はい、やっぱり他の競技も一緒にはできるってはできるんですけども、やっぱり同じスピードでっていったようなちょっと難しいような感じだったんですけども、スキーはそれがなく、本当にもう同じスピードでこうスキー場の下までこう降りてこれるっていうのは本当にその僕にとってはすごく楽しかったっていうのがあります。そうですね、僕が回転が得意っていう理由はですね、やっぱりその自分の障害を生かしてる、生かせるその競技だったっていうのが一番にあります。でまたそのバランス能力を生かしたその滑りですか、他の選手はあまりやらない技なんですけれども、その逆手という技は僕は使ってやっているんですけれども、その逆手というのは健常者のアルペンスキーヤーが使っている技なんですけれども、要はポールを手でこう倒していく技なんです。でその技は僕はチェアスキーでこうやっているので、それがすごく有利というか、はい、速さの秘訣になっています。そうですね、やっぱり一番にすごく一緒になったというのは本当に僕だけではなく、本当に他の選手の方もすごい嬉しいと思っているので、これから先一緒になったばかりなので、どういったらいいかっていうのも本当にこう手探りというか大変だとは思うんですけれども、お互い本当に協力し合ってこうよくしていけたらなとは、はい、思います。そうですね、なんだろう、正直日本も負けていないって言えば負けてはいないんですけれども、やっぱりそれに比べてそのまだスポーツに対するその理解ですか、やっぱりマイナーなスポーツにはやっぱり注目があまりないかなといった感じにやっぱり見られますね。やっぱり海外は本当にいろんなスポーツにでもそのテレビで放送されていて、もうビリヤードでも放送しているんですよ。なのでその点がやっぱり海外はすごいなと思っていますので、日本もそういった本当にいろんなスポーツを、はい、なんかこう配信というかいろんな方に見ていただけたらなとやっぱり思っています。パラリンピックだけではなくオリンピックもそうですね、やっぱりその2020年までに2回
オリンピックとパラリンピックがあると思います。あのリオと、韓国ですね、ピョンチャンの方であると思いますので、そこで、まあ、僕たちが本当にあのいい成績を残して、もっとこうあのなんていうんですかね、2020年にこう勢いづくように頑張れたらなと思っています。はい、やっぱりこういろいろ知ってもらうためには、まあ、やっぱり本当に僕たちの力だけではやっぱり限界がありますので、本当にこうやっぱりメディアの方だったり、本当にあのいろいろと助けていただけると、もっとこうパラリンピックが注目されていくんじゃないかなと、はい、思っています。そうですね、本当にあの人生って本当に一度きりだと思っているので、本当に何でもこう楽しめたらなと思ってます。やっぱり本当にこうもったいないじゃないですか。やっぱりこう辛いなと思って、本当にもうね、なんていうんですかね、まあやっぱり自分がこういうふうに本当にもうあの本当に危ない、まあ、交通事故にあって、本当にこうもう少しで本当に死んじゃうといった、もう本当にいったことがあったので、まあ本当に人間いつどうなるかわからないということがありますので、もう本当にそれならば本当毎日毎日本当にこう何か楽しんで生きていけたらなと思って、はい、そういうふうに自分はあの生きています。挑戦し続けること、はい、これですね。やっぱりあの挑戦し続けることによって、本当にいろんなものがあの見つかると思います。まあ、見つかるだけではなく、それが本当にあの自分にとってのすごい経験にもなりますので、あの、まあ、なんていうんですかね、本当に失敗してしまったから、これは本当に無駄な挑戦だったというふうに思わず、それも大事な挑戦だったと思って、この先本当にいろんなことに挑戦して頑張ってほしいなと思います。